ちは。こんにちは。福島のそこです。石川さんの応援できました。石川さんや。私は参議院議員福島瑞穂です。石川彩花さん、私の秘書、そして一期豊島区議会で頑張ってきました2期目に挑戦、明日の投票日、どうかどうか石川彩花と書いてください。こんにちは、福島瑞穂です。よろしくお願いします。ありがとうございます。明日の投票日、どうかどうか石川彩花と書いてください。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは、戦争ではなく楽器を、器ではなく楽器をと思います。戦争反対、戦争法案反対、豊島区議会にぶれない声を送ってください。こんにちは、福島瑞穂です。ありがとうございま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 す。あ、そうなんです。ありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。福島瑞穂です。ありがとうございます。石川彩花さんの応援に来ました。福島瑞穂です。ありがとうございます。ありがとうございます。暴走する安倍政権を止めてくれと、その通りだと思います。戦争法案を出そうとする安倍政権、来年7月には憲法改正に発